高浜町でこのほど合同サロンが開かれ、参加したお年寄りらが交流を深めました。この日の合同サロンには町内からおよそ150人が参加し、簡単な体操などを行いました。講師には福井レクリエーション協会の辻岡由紀子さんが当たり、75歳をピークに筋力は急に落ちます。特に筋肉の落ちやすい女性は注意して毎日背筋を伸ばすように心がけてくださいと、日々のストレッチ運動の大切さについて話しました。またこの日は牛乳パックで手作りしたカズーという楽器を使い、地区ごとに分かれて童謡を披露しました。お年寄りの中には初めてカズーに触る人もいましたが、草笛の要領に似たカズーを上手に吹いていました。高浜町では楽しいゲームや簡単な体操などを通じて、お年寄り同士の触れ合いの場と健康づくりを目的に、月に一度各地区で触れ合いサロンを開いていますが、この日は町内14の地区が合同で開きました。お年寄りらは普段とは違う地区の人たちと和気あいあいと楽しく交流を深めていました。笑えて、体を動かせて、体も軽くなりました。やっぱりみんなが打ち解けて、一つの歌とか、それからあの話ができるから大変良かったです。